さあ、きっとおかみです、栃木まで行って、バイクを引き取ってきました。それを見てもらおうかと思って。はい、どんなバイクかというと、こちらですね、ウェーブ 125i 2010年モデルって聞いてます。お前こんなバイク持ってたなっていうのはこちらです。とても似たようなバイクですが、スーパーカブ 110JA10 ですが、こちらはですね、日本製ではなくタイ生産のタイ株ですね。排気量もこちらは株は 110cc の株ですが、こちらは125の株になります。で、ね、違いがですね、タイ株はブレーキ、このディスクブレーキがついてますね、フロント。こちらはドラムです。でホイールもキャストホイールついています。こちらは前のオーナーさんが変えた、もともとはスポークホイールだったんだ。今回のお取引で何が良かったかというと、ギビのバッグがついていること。つまりあれですね、このキャリアのステーというかキャリアですねがついててくれると、これ別に買うと高いですからね。これは、お買い得ですね。あとですね、決め手になったのが、そうこのスポークホイールがつけてくれたこと。こちらにね、オフロードタイヤをつけてしまえば、ね、オフロードを走るときはこっちに履き替えて、普段はこっちのキャストホイールで楽ちんじゃないですか。ちょっとエンジンかけてみましょうか。これとオンでメーターがグイッといって、株と比べてみよっか。まあ普通に。この方は、インジェクションになります。購入しました。